皆さんこんにちは、川内博史のニュース解説の時間がやってまいりました。仙台原発の運転延長について原子力規制委員会がゴーサインを出したと。これ原子力規制委員会がゴーサイン出したっていうのは規制基準に合致しましたということで、必ずしも安全を意味するものではないと。これ今まで何回も申し上げてます。初代原子力規制委員長のまだらめ委員長は、規制基準に合致することと安全とはまた別問題ですよということを、まあ、正直におっしゃってらっしゃるわけですね。じゃあ規制基準に合致することと安全とは別問題ですよというのが一体どういう意味なのかと。実はこの仙台原発の運転延長問題に関して、今年6月の12日に鹿児島県知事に対してですね、私ども質問状を出させていただいてます。これです。これ見えますかね？質問状。鹿児島県知事塩田浩一殿と、立憲民主党、鹿児島県連、鹿児島県総支部連合会代表柳聖子、常任幹事会一同ということでですね。この中にですね、例えば、こう、点検を行った当該範囲の周辺と同様の環境であると考えられるとあるが、同様の環境とはいかなる意味か、完全に外気と接触している合板と 0.8 センチから1センチの隙間で外気に接触している合板が40年、50年、60年経過後も同じ条件で、あるという研究の成果、あるいは論文があるかというような質問とかですね、点検不可能範囲についてなぜ非破壊検査を実施しないのか、ガイドラインに、定められていなくても自主的に、行わせれば良いと考えるがどうかとかですね、こんな質問をしているわけですね。